青と上総の国境をなしているところでございます。こちら少し揺れますのでご注意ください。この山は前段業界岩3階で、長い歳月の間に風化侵食され、至るとこ奇岩、海石、洞窟があり、山頂の日本寺境内は33万平方メートルの広大を誇り、千葉県指定18章36景など数多くの秘境に富み、この洞窟内には500羅漢と称される1553体の小石の仏群、さらには全長31メートルの日本最大の大仏を復元され、その他百尺観音、地獄の木のツイル、関八州、寸図二州を一望に収める十州一覧台の景観は、多くの人々に称賛されているところでございます。では屋上展望台でお願いいたします。こちらのホームの中だけは危険防止のため撮影等はご遠慮いただいております。ホーム内は立ち止まらずお進みください。また地獄の時があります日本寺境内さんは入場が3時前となっております。お時間ご注意ください。